皆さん、こんにちは。俳優、歌手としての活躍されている城田優さん。そんな城田優さんですが、ガーシーの暴露で引退といった話題が浮上しているようです。何かと話題になっている城田優さんですが、以前から城田優と三浦春馬の不仲説が出ていました。ですが、暴露系 YouTuber、ガーシーチャンネルが出現したことで、その説が確信に変わるような暴露発言があり話題となっています。三浦春馬さんと城田優さんといえば、俳優、ミュージカル、歌手など幅広くマルチに活動していました。活動内容も似ており、共演することも多い2人です。またプライベートでも仲がいいとされ、城田優さんは三浦春馬さんと親友であると言っていました。ですが、いつからか不仲説が浮上しています。また城田優さんの脱税で逮捕の噂、さらに大原櫻子の暴露内容など、気になる話題についてもズバッと切り込んでいきたいと思います。城田さんと三浦さんが最初に知り合ったのが、2009年三浦さんが出演していたミュージカル「星の大地に降る涙」を城田さんが見ており、衝撃を受けたそうです。そこから時を経て、同じく2009年10月に放送された「サムライハイスクール」で初共演を果たしました。同じ堀越学園出身ということもあり、仲良くなったようです。この頃は本当に仲が良く、一緒に写っている写真もとてもいい表情をしています。しかし、二人の仲は永遠に続いたわけではありませんでした。いつの間にか遊び場に来なくなったとガーシーさんは言っていました。その理由を周りの人に聞くと、皆が口を濁していたそうです。その周りの人というのが、ワンオクロックのタカさんや佐藤健さんだというのです。このグループではタカさんに嫌われたら外されるそうで、他にも惹かれた人間は山ほどいるとのことです。遊ばなくなって何年、いつものたまり場メウサというお店で飲んでいた際、城田さんが三浦さんを呼んだそうです。その時に久しぶりの再会を果たします。そこにいたメンバーはお互いによそよそしい感じであったと証言しています。その後、三浦さんと少し話をしていると、まだ来たばかりだった三浦さんはボソッと、もう帰りたいと言ったそうです。なぜ久しぶりにこの場に来たのかは不明です。城田さんに知らされずにここに来たのか、しつこく誘われてきたのか、今となっては分かりません。これまで距離を取ってきていたわけですから、自分から進んできたとは思いにくいですね。ガーシーさんは帰りたい発言をした三浦さんに対して、なんでと聞くと、タカと佐藤健が好きじゃないと言ったそうです。それはガーシーさんも空気で感じていたそうですが、タカさんや佐藤健さんも嫌っていたのか、喋りかけることもなく、そのまま三浦さんは帰っていきました。仲がいいと言っていながら、城田さんは三浦さんを家に入れたことがないそうです。城田さんから突然始まった深夜3時のインスタライブの中では、三浦さんはインカメにせず、ずっと鏡越しに映していました。城田さんの顔を見たくなかったのでしょうか、三浦さんの家に監視カメラがあって監視されていたとされています。インスタライブ上で三浦さんが料理をしていると言った後、城田優が知ってる発言で監視していたそうです。また監視カメラっぽいのが映っていたようです。城田さんは三浦さんに稲妻サインを出していたようです。この稲妻サインは不自然に Z と手を動かすことで悪魔を意味らしいです。また城田さんのみんな春馬に会いたがってたの発言に、三浦さんが明らか顔がこわばり固まっていました。三浦さんのところどころの目線、仕草が辛そうだとファンは心配していました。ガーシーさんは三浦春馬さんが主役で出ていた時代劇映画に三浦翔平さんと西川貴教さんも出ており、そのメンバーでご飯を食べに行ったそうです。ご飯に三浦翔平さんを呼んだのは三浦春馬さんであり、一緒にサーフィンに行っていたこともあるので、相当仲が良かったのではないでしょうか。三浦さんはサーフィン好きで有名ですし、本当に好きな方じゃないといかないと思うので、この情報は濃厚かと思われます。いろんな噂がささやかれていた三浦さんは、城田優も三浦翔平も他の人も含め誰も親友じゃないとまさかの発言をしました。もし本当に親友ならもっと一緒に遊んでいるでしょうし、バースデー、新年会、忘年会にも参加すると思われます。しかし三浦さんは皆が行く旅行にも来ていないそうなので、三浦さんは誰のことも信用しておらず、
そもそも誰のことも親友と思っていなかった可能性が高いです。三浦さんは仲のいい三浦翔平さんの結婚式にも出席していないそうです。これに関して呼ばれなかったのか、呼ばれたが行かなかったのか、真実は分かりません。しかしワンオクタカさん、佐藤健さん、城田優さんなどのグループとは仲が良くないのは事実であることには変わりないようです。三浦さんの訃報が出た翌日には城田さんが豪遊していたと報道されました。親友と言っていますが、その親友が亡くなった翌日にこんなことができるでしょうか。また三浦さんが亡くなった直後、音楽番組音楽の日2020にて生放送で奇跡とリメンバーミーを熱唱しています。その生放送では親友三浦さんを思ってか涙が溢れながらも必死にこらえ、いかにも悲しんでいるように歌っていました。ですが実際は親友でもなく、訃報の翌日に豪遊していたりと、どういう感情で涙を流し歌っていたのでしょうか。本当に親友であるのなら考えられない異常な行動ですね。さすが俳優と言ったらいいのでしょうか。このようなガーシーさんの暴露を受けた城田さんは引退すると噂されています。2022年3月1日にガーシーこと東谷義和さんが自身の YouTube チャンネルで城田さんの暴露話が話題になりました。これらの暴露の影響で引退の噂が聞かれているようですが、現段階では引退の話はないようです。しかし城田優さんが出演していた CM が削除されるなど、暴露による影響で事実上干された状態にあるようです。さすがにここまでひどいことをしていたら、CM で使うことはイメージダウンにつながってしまうため、使いたいと思う企業さんはなかなかつきませんよね。また NHK 連続テレビ小説カムカムエブリバディでは一時期クレジットが削除される異例の事態に発展していました。さらに城田さんは2020年9月30日には渡辺エンターテインメントとの専属契約終了が報告されているのですが、渡辺エンターテインメントは公式サイトで、弊社は引き続き今後もサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます、と契約終了すると報告されているものの、意外にもサポートする体制であるようです。しかし、事実上は見放されている状況のようです。ちなみに、城田さんはこれまでにガーシーチャンネルでの暴露話について一切口を開いていません。城田さんはガーシーさんに脱税についても暴露されていました。城田優さんの脱税について、一般女性から金銭を支払う見返りに赤西さんに会わせてほしいと持ちかけられた東谷さんは、赤西さんと親しい城田さんに仲介を依頼し、その女性は300万円を払いライブ会場の楽屋で面会しました。東谷さんは城田さんに赤西さんと100万円ずつ分けるよう伝えて200万円を渡したと明かしました。これはかなりグレーな収入ですよね。ガーシーさんは城田さんがおそらく確定申告はしていないだろうと証言していることから、脱税疑惑になりました。現金でのやり取りは後がつかないため、脱税しやすいと言われているので、それらを調査したら多額の収入による脱税で逮捕されてしまう可能性も出てくるようですね。城田さんが懐に入れていなければ大丈夫ですが、現金なので間違いなく懐に入れてしまったでしょうね。大原桜子さんもガーシーさんによって暴露されてしまいましたが、どうやら城田さんの流れ玉だったようですね。暴露話によると、城田さんと大原さんは新田真剣佑さんとの交際中に肉体関係を持ったと言われており、大原さんをめぐって城田さんと新田真剣佑さんは三角関係になっていたようですね。しかし大原さんは自身のツイッターで否定されています。ちなみに城田さんと大原さんは2016年に舞台地球ゴージャスザラブバグズで初共演しており、城田さんのソロコンサートにも大原さんがシークレットゲストとして参加していたようなので、かなり親密な関係にあったようですね。また他にも城田さんが大原さんのライブに訪れていたようで、 SNS では本当に仲が良さそうですね、まるで恋人みたいと目撃情報などがあったようです。いかがでしたか。今回は城田優さんの引退説、三浦春馬さんとの関係について紹介しました。三浦さんと城田さんの不仲による最新情報について、城田さん以外の話も出てきたのでご紹介しました。
これらがどこまで真実かはわからないですが、何にしても芸能人は表向きは良いですが、本当のところ裏の姿はわからないですね。城田優さんは脱税の話が暴露されていますが、もし脱税が発覚すればかなり多額になりそうなので、バレたら逮捕確定でしょうね。城田さんは大原さんとも肉体関係があったことを暴露されていますが、以前より2人の仲の良さは目撃されていたようなので事実だと思われます。城田さんはガーシーチャンネルでいろいろと暴露されていて、仕事に支障が出てしまうため引退の噂が聞かれていますが、現段階では引退はないようです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。